将棋将棋の先方振り飛車未間飛車二手目三二飛二手目三二飛は将棋の先方の一つ三剣飛車の後哲害が用いる指し方で先手の初手七六歩に対して三二飛と飛車を振る先手が初手七六歩とした後後手が石田流を目指した場合従来は二手目で三四歩とし以降に六歩三五歩と進むが研究が進んだ結果後手が 作戦負けをすることが多かった。そこで、後手が二手目で三筋に飛車を振り石田流を目指す、指し方が総案された。以降、二六歩、六二玉、二五歩、三四歩と進む。その局面で、先手は二二角なり同銀の角交換から六五角と内馬を作ることが可能であり、従来はそれで、後手振りとされていたが、研究の結果、 後手も刺せることが分かり、2手目3に比が新たな刺し方としてプロに注目されることとなった。先手側の対策としては3手目に96歩と突くというものがあり、94歩との交換は後手少し苦しいとの判断が定説である。後手としては先手に95歩とくらいを取らせることを許す展開となる。 また、三手目に7七角と刺し、相振り飛車を目指す対策もある。久保俊明によると、2011年の時点で、先手が簡単に良くなる順はないという。イメージと読みの将棋観ではこのほか谷川浩二は、研究会で、久保俊明に刺されたことがあり、 その時は三二飛二二六歩六二玉二五歩三四歩二二角角り同銀六五角七四角四三角なり四七角なりとなり、結局は後手を手をとがめられずに馬を作り合って、囲い合いになったとし、こうして収まってしまえば、先手不満という気と、他の公式戦も見て、感心したという。渡辺明は、 石田流に組ませても一局の将棋で、拒離者が角道を止める必要がないのでその一手を、刺さなくて済むとするが、3二比に2、6歩、6、2玉2、5歩、三4歩の、時に2、2角なり同銀、6、5角、7、4角、4、3角なり4、7角なり5、8、金、右、7、4馬を、結行するかどうかは、結構悩むといい。藤井武氏もこの順で意外と、難しい将棋としている。 また2008年の王位戦で、ハブ義晴が実際に採用し、2008年8月までに、プロ公式戦での採用数13局の内ごての5勝7敗1 0日手という、結果になっているとしている。ありがとうございます。